菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。皆さんこんにちは、菊池勝人です。今日も楽しくお願いいたします。皆さんこんにちは、佐々木千秋です。早速ですが、聞くところによりますと菊池さん、はい、令和になって早速大きな事件というか出来事が終わりになったそうではい、はい、あのまあ事件というかですね、先日フジテレビの人気番組、はい、ホマデカ TV に筆跡心理のコメンターとして、まあ、呼んでいただきまして。ホマデカ TV ってあのさんまさんとかマツコさんが出てらっしゃるあの高視聴率の番組ですよね。すごいじゃないですかそれもう本当に事件ですよ。 いつ放送なんですか。いや、あの多分放送はもう終わってしまってると思うんですけど。そうなんですか。残念、まあ、あの収録どんな感じでした。あのね、はい、やっぱりまず最初、はい、出演のオファーが来て、まあ、びっくり急でびっくりしたんだけども、はい、当日の収録ね、はい、本当にねあっという間に始まって、はい、あっという間に終わるっていうね。そうなんですか。いやもうそれは僕はそう感じたのね、だけどその中でやっぱりすごいなと思ったのは、はい、あのゲストのタレントさんとか芸人さんとか、はい、レギュラーのコメンテーターの先生方もいるでしょ、はい、やっぱりね、そういった方々の適切なコメントとかさ、そういった、お話の間とかね、はい、圧倒されて、はい、いやすごくいい勉強になりました。いやー相場の中でもないからさ。いやすごいんでしょうね。あとね、はい、やっぱりさんまさんの、はい、何回しっていうの、いわゆる MC 力、ね、はい、やっぱり素晴らしいと思った。それを間近に見られたんですね。あれだけの参加者がいる中で、はい、さんまさんは一人一人ちゃんとこう丁寧に対応されるんですよね。すっ飛ばさないの、ね、あと省略もしないの、だからああいう姿勢がやっぱりみんなから愛されてるんだろうなってのを目の当たりに見ましたね。うん、テレビは切ってあるとこしか見てないから分からないんだけども、現場で見た時にものすごい丁寧な対応される方ですね、一人一人に。すごいですね本当に。だからまあ当たり前なのかもしれないけども、さすがに看板の番組でしょあれ。そうですね。だから、まあ、他の番組と比較することじゃないかもしれないけども、はい、スタッフの方々の人数も、まあ、すごいわけだ。あ、そうなんですか、うん、それでやっぱりなんていうの、みんなはね、はい、一つのことに向かってバーッと動いてるのがよくわかるんですよ。うん、一つのものを作るために。そう、これはね素晴らしいと思いました。そうだったんですね。やっぱりね、瞬間的に作品を作り上げるっていうかね、はい、あれを目の当たりに見て、うん、ああこれはすごい世界だなと僕は思いました。いや素晴らしいですもう、うん、ね、あれはああいう体験なかなかできないかもしれないんで、はい、非常に、まあ、ありがたかったし嬉しかったし、うん、ああいう中でより良いものがどん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 こう世の中でね、はい、できていくといいなと思いましたね。なるほど、そうだったんですね。ちなみに菊池さんの回ってテーマは何だったんですか。あのね、はい、いわゆるね、結婚できるかできないかみたいなさ、はい、それを字で読み解くみたいな回だったんですよ。へえ、そうなんですね。なるほどまあちょっとね、立場上あまりおすすめはできないんですけど、きっと YouTube とかにもねあるかと思いますので、ね、うん、ぜひ皆さん一度で探して見ていただけたらと思います。いやすごい、令和最初の、ね、トピックス、もう大事件ですがこれぐらいにさせていただきまして、そうですね、はい、はい、通常のオープニングトークに戻らせていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、この番組言霊アラカルト、今お話しいただいた筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんとセリフを話すという職業についております私女優佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊としてですね皆さんにお伝えしていく番組です。今回も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の視点で、ごめんなさい、観点でですね解説していただくコーナーです。一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法が脳のプログラミングも変えてしまう可能性があるということについて伺ってまいりましたが、はい、はい、前回の1回また振り返りをしていいんですけども、はい、前回ね、なぜっ
ていう問いかけの言葉、はい、この特徴あるいはその引き起こされる結果とかさ、はい、こういったものについて触れたんだけども、はい、この前言ったのは先週言ったのは、なぜっていう言葉、なぜ、そうですね、焦点をずらす効果がありますよって話をしてると思うんですよ、はい、でずらす効果というのは、前提を違う前提を刷り込んでしまう、うん、そうですね、まあ、こんなこともあるよっていう話を前回はしてます、はい、まあ、例えばこうなぜ Facebook を使うと儲かるかとかね、そうね、そんな話しましたね、はい、すごい印象的でした。Facebook を使うとなぜ Facebook 使うと儲かるかっていう表現があったとするじゃないですか、はい、そうするとさ、視点が焦点がなぜ儲かるんだろうっていう方向に動いちゃうんですよ、はい、でもね、その時にね、いやいや、Facebook って本当儲かるんですかっていう疑問は誰も生まれなくなってしまう、はい、そうなんですよね。だから焦点をずらす効果があるわけですよ、はい、なぜ Facebook やると儲かると思うって言われたら、え、どうして、なんで、あ、そういう理由で儲かるんだ、本当に儲かるのかっていうところの焦点を意図的にずらしてるじゃない、はい、そうなんですよね。でも気がつかないよね、全然多分気づかないと思いますねこういうふうな、はい、なぜっていう言葉はこういう役割が、まあ、あるんですよ、でこういったことって国語でやんないよねって今本当に、ね、こんなに深いとは思っていなかったので ね、なぜということかがね、はい、はい、で今日は、はい、本来よく皆さんが使う言葉なんだけど、勇気を持って何々しようよってあるじゃない、あります、この言葉の持つ意味をね、はい、ちょっと触れてみたいなと思ったんですよ、はい、でさ、はい、例えば千秋さんがさ、ええ、勇気を持ってこれやってよって言われたらさ、え、勇気の必要な状況なんですかおっしゃる通りです、もっと気楽に考えてるのに、なんか私が考えてるのがちょっと浅はかだったかなって思っちゃいますね。要はね、はい、勇気を持って挑んでほしいって言われると、今あなたおっしゃったように、はい、何、勇気が必要なの、うん、それは直感的に感じるわけですよ。そうです、誰でもそうだと思うんですよ、はい、ということは勇気が必要な相当大変な状況が、まあちょっと前提としてあるのかなっていうふうなものが、うん、感じてしまうんですよ、その言葉から、はい、ということは自動的に、いやいや、これ達成できないかもしれない勇気持てないかもしれない、いや本当は自分できないんじゃないか、うんうんうん、ということを考え出しちゃうんですよ、気持ちとして考えますよ、ね、考えちゃうでしょ、はい、でそれが心の深いところに沈殿してしまうと、逆に深いところからそれを満たすような行動をしてしまうことがあるんですよ、うん、そうなんですか。そうなんです。ということはね、はい、もしもそういった勇気が出せなくて何かやった時に、はい、やっぱり勇気持たなかったなって思いながら、なんとなく安心してる自分がいたりするんですよ、やっぱりできないと思った通りじゃんみたいな、ああなるほど、結局そのマイナスな部分が満たされるような行動を自分がしてしまうってことがあって、だったら余計なこと言わない方がいいわけだよね。例えば簡単に言うとさ、はい、コンビニにさ缶コーヒー買いに行くのにさ、勇気いらないでしょ。いらないですね勇気持って行くんですよって、お前バカかって話だ。そうですね、ちょっと冗談言ってるのかと思っちゃいます、はい、ということはさ、勇気ってさ、やっぱり手段なわけですよ。うん、途中経過プロセスを言ってるもので、はい、かつ、まあ、形がないよね。そうですね、そうでしょ、はい、だからもっと言えば体験途中にあたってる言葉じゃん。勇気を持って何かをする、うん、そうですね、そうでしょ、はい、ということはさ、何をするのかが大事なわけだよ。勇気って手段だから。そうですよね。だからこの言葉の中で、はい、勇気を持ってっていうことを言うよりも、その結果として何ができるのか、何をやるのかってことに焦点が当たらないといけないんで、勇気っていうのは手段だから、もしかしたら勇気なんかなくてもできる人もいるかもしれない、はい、そっかコンビニに缶コーヒーを買いに行くように、はい、いやいや、いつもの通りやりますよって言って、勇気は別にトンチンカの話になるわけですよ。そうですね、手段に焦点を当てちゃうと、はい、物事ってちょっとおかしくなるよねっていう話なんだよね。本当にこうね、勇気を持ってってこうね、応援してるような言葉だと思っていたんですけども、そうだよな、そう思いたいよな実はすごいプレッシャーをかけているのかもしれないなと、あの、良かれと思って言うんだよ、はい、みんな。そうですよね、勇気持って頑張るんだよ。だけどさ、いや、勇気を持ってってそんな大変なことになるんだなどうしようかなっていう、最初からそういう風になってしまう、まあ、こともあるよねってことなんです。そうなんですね。ちょっとした言葉の絵だけどさ、はい、これは言葉が持ってるその一つの何、はい、
パワーっていうかさ、うん、確かにそうなんですね。いやー今回もねすごく面白いというか、ね、リスナーの方も確かに使ってる勇気を持ってってね思ってらっしゃる方いらっしゃるんじゃないでしょうか、はい、私は実際にそう思いました。はい、ありがとうございます。はい、あの菊池さんの説明ですね、もう一度この聞き直したいという方はですね、この番組放送終了後約1週間程度で YouTube に言霊アラカルト再編集映像配信版としてアップされますので、アルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索をしていただきまして、ぜひ改めてご覧いただければと思います。なおですね、このコーナーでの菊池さんからのアドバイスはあくまで情報提供としてのものなので、一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探って見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そして今回ですね、お話しいただいた内容はあくまで参考にしていただくものであって決して断言するものではないことですね。くれぐれもご注意ください。いかがだったでしょうか。こう何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識がですね隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さてこのコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。はい、今回はですね、うん、ゆずさんの雨のち晴れるやという曲を選ばせていただきました。はい、6月ということで、まあ、梅雨の ね、うん、時期でなかなかこう、まあ、外出することもちょっと少なくなってしまうかなというところで、結構室内で過ごすことも多くて、ちょっとね、お日様が出てないということもあってちょっとこうしっとりした気持ちというかね、うんうんうん、そうですね、なりがちなのかなというところで、まあ、雨の日こそ優しいこう音楽で癒されたいなということで、このゆずさんの雨のち晴れるや2013年リリースの曲で NHK の朝の連続テレビ小説、うん、ごちそうさんの主題歌に選ばれた曲なんですけれども、うん、はい、ちょっと優しい気持ちでね、皆さんも、まあ、雨の後には晴れが待ってるよといういいですね、はいはい、気持ちでね、聞いていただけたらいいかなと思いまして選ばせていただきました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池勝人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはどういった方が書かれた字というのは伏せまして、うん、まさに字だけを見ていただき、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております。そしてリスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方はですね、ご住所とお名前、ご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回も次回ゲストにお招きする方に予告編というわけではないんですけれども、うんうん、どんな方がゲストにいただけるのかということで、うん、筆跡分析の立場であらかじめリスナーの方にもですねお伝えしていこうかなと思っております。はい、ちなみに今回その方に書いていただいた字は3文字、はいはい、東京都です。はいはい、東の京の都と書きまして、はい、東京都です。では菊池さん、分析のポイント交えながら解説をお願いいたします。はい、まずですね、はい、ここで最も分かりやすいことから言ってきますと、はい、東っていう字の、はい、左側の角が空いてるんですよね。でこれを開ける方というのは、はい、結構未来志向が強い、あるいは将来の可能性とか、はい、様々な選択肢があるっていうキーワードに結構弱かったりするんですよ。で、はい、自由な発想で物事対応したいよねっていう思いがとっても強い方の傾向が現れてますね。あ、そうなんですね。はい、うん、で逆にこれ閉じてる方というのは、はい、過去に起きたことで正しかったこと、あるいはルール決まり事、それちゃんと理解してから前に進もうよっていう考え方が強い人なんですね。この方の場合は自由奔放にあれもありこれもあり、はい、いろんな可能性を探りながら行こうよという傾向がとっても強そうな気がします。それから東という字の横線の一番上の部分の
突端があんまり出てないですよね、上が。あ、そうですね。都という字、東京都の都の上もあんまり出てないですよね。はい。これが出てない方というのは結構多くいらっしゃるんですけども、無理やり組織の中とかグループの中で、はい、自分がリーダーシップを取っていこうという気持ちが強くないんです。どちらかというとボトムアップ型ですね、はい、だからみんなでいい結果出したいよねっていう感覚がとっても強い表れだと言われてるんですね、だからこれが逆に高い人は私についてきてよっていう感覚がとっても強い、組織の中でトップダウン型のリーダーシップが取りたいなっていう感覚 がある方は、はい、それを高く書く、モチベーションの源泉がそれぞれ違うんですよね、でこの方は私が関わり合いになった人はみんないい結果出したいよねっていう気持ちがとっても強い方というふうに思い受けしますね。というのが分かる、うん、それと3つ目なんですが、はい、東京都の東という字の横線、日という字が入ってるわけですが、これの左下、空いてますよね、大きく、はい、左下が大きく空いてるんですが、ここって、はい、本当ならつけて書くとこじゃないですか。そうですね、私はつけて書いてしまうんですこれつけて書く人っていうのはこれ最後のとこなんだけども、はい、それをさ、つけても開いても読めるよね、東っていう字に。読めます。読めるでしょ、はい、ということはまあいいじゃんっていう感覚で書くと開けても平気なんですよ、うん、でも最後まできっちりやりたいねって人はそれもつけるんですよ。あ、なるほど。だから空いてる人というのは、はい、結局最後の最後まで自分が見届けるということまではあんまり高い関心がない場合がある、はい、でこの方の場合は柔軟にものを考えていきたいってことがあるから、柔軟性はあるんだけど、最後の最後まで自分がきっちり見るかっていうと、そこはもしかしたらあんまり見ることに対しては関心がないかもしれない。あ、なるほど、うん、そういうところ人に任せたいなっていう、最後までは全部ちょっと誰かやってくれるみたいなところがあるかもしれない。お、なんかちょっと見えてきましたよはい、はい、あとじゃあ最後にもう一つ言うと、はい、東という字、はい、あの日の字がですね、同じ間隔で横線が書かれてますよね、はい、で都という字、はい、これは日という字が結構間隔が空いてますよね、上と下とで。そうです ね真ん中の棒線のところが。そうです ねこの人はいわゆるこれはきちっと平行線、いわゆる平行線の間隔が等間隔の方というのは、はい、自分のまあコントロール能力が高いと言われている方で、はい、これは平行に同じ感覚で書くもんだよねって思ってる人が書く字なんですよ、はい、一方で東京都の都は結構感覚が開いたり閉じたりしてるんですよ、はい、これをこの方はどういうところで使い分けをしてるのかなっていうことを考えたらいいと思うんですね。これが感覚が感覚が空いて、いわゆる等感覚になってない方というのは、はい、自分の感情をもっと大事にしたい、自分の感情に素直にいきたい、この気持ちもっと分かってほしいなっていう思いが強い方が結構書く傾向があるんですよ、はい、そうなんですね。この方は両方持ってるから、どういうことを根拠にこういうふうにやってんのかなっていうことはちょっと聞いてみたいところはありますね。いや本当に東という字は完全に等間隔なんですよね、うん、横線の入り方が。そうそう、私はこの等間隔を書く人なんですけども、うん、あなたはそうだもんね、はい、ただ東京都の都という字がね、都の日、お日様の日という字がちょっと上が狭くて、そうでしょ、下が、はい、うん、広く開いていて、ね、はい、東京都の都の字を書いた人とは違うような部分がちょっとあって、うん、それが特性としてもやっぱり出てくるので、その辺が何を根拠にこうやってまあ意識をしてないかもしれないけども、やっぱりどっちが、まあ、本当の自分って言い方は変だけどさ、その辺をまあちょっと聞いてみたいね。そうですね、お会いして。あとはちょっと一つ気になっていたのが、はい、東京都の東という字の横棒、はい、ちょっと頭がくきっと曲がっているというか、はい、力が入っているような字なんです。そうですね、これはそこはですね、はい、やはりグッと力を入れてバッと書いてるんですよ、うん、でこの感覚というのは私が〇〇ですっていう感覚です。私がこういう人間です、私はこういうこだわりを持ってます、私はこうなんですっていうことを結構強く持ってる方がこう書きやすいんだけども、ただこれだけで見ると分かんなくて、なぜかというと毛筆をやってる方は結構これ強く書くんですよ。あ、なるほど、うん、毛筆でやってると、そうでしょ、グッと思うでしょ、そうですね、だからこれがどの辺まで影響してるかというのは他の字の組み合わせなんかで見ていかざるを得ない。あ、なるほど、ちょっとこれは3つしかないので、はい、これで言い切るのはちょっと乱暴かなって気がしました。
なるほどですね、はい、ありがとうございます。いや、まあ、この3文字の字からでも、はい、ちょっとあどんな方なのかなというのを私想像しながら今ちょっと聞いていたんですけれども、本当にね、面白いですね字って一つ一つ違うんだなというふうに感じました。皆さんいかがだったでしょうか。次回のゲストさんはですね、私が考えるに、うん、はい、とても未来に希望を持っていて、そして変化を好む、とてもねアクティブな方なんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、皆さんお楽しみにしていてください。違ってるとまずいね。そうですね実際聞いてみましょうねはい、以上字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルトいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや、字を見てだいぶこう言っちゃったからどんな方なのかなと思って、お会いして、ここでその話をね、はい、するのがすごい楽しみだなという思ってます。そうですね、うん、私もすごく気になるというか、気になるね、東京都のね、都とそうなんですよ、都という字のその違いが果たしてちょっと好きに言っちゃったかなと思ったんでいやちょっとね気になりますよここは、はい、うん、そうですね、ね、実際、まあ、今回ちょっと菊池さんのいろいろなお話とを聞かせていただきながらですね、いろんな、まあ、字って面白いよね、言葉って面白いよねっていうことを今回はね、いろいろと、はい、はい、改めて、感じさせていただいた回かなと思っております。ではですね、この番組へのご意見ご質問ご感想などもですね、皆様ぜひぜひお便りお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com、うん、言霊アラカルトまでお待ちしております。それではですね、言霊アラカルトまたお耳にかかりたいと思います。皆様のお相手は菊池勝人吉明でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。